ロビン、おめえとんでもねえ悪人だったんじゃねえか。お姫様に悪いことしたわ。ビビちゃん、叫ぶな、プリンス。なんだマリモ剣士、やんのか。それよりサンジ、肉おかわり。ああ、まあまあ、人生とは別れと出会いの連鎖。生きてさえいればまた会えることでしょう。私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だったわね。あそこではロビンはいなくなるし、ウソップはメリーのことでルフィと大喧嘩しちゃうし、俺すげえ悲しかったんだ。メリー、どなたです？長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、査定の結果致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられる。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら、今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィ、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。事件が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー。
約束の時間だ。ウソップが来るぞ。お前ら船から降りてくるなよ。来た、ウソップ。おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。うちを知らねえ。今までも敵と一緒にするな。ルフィ、俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。驚くなよルフィ。得意な何は8000人の部下がいる。8000人も。前にそんな部下がいねえことぐらい知ってる。黙りましょう。この野郎、真面目にやれ。バカバカしいか。大待ちだぞルフィ。これが俺の戦闘だ。黙り腰サレン。黙り腰カレンダマカ。黙り腰カレン腰。衝撃！バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが。
メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。